どうもゼツです。オープニング取り忘れてました。そんな男の番組ゼツゼツパ日本 HMG 第57戦目、ルールはこちら。前回負けてしまいましたので、本日から10連勝を目指して全力で頑張ります。ゼツ、ナイスセンス。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい、ということで本日はスマスロ北斗の権利店1日全突破していきます。勝負だ。それではやっていきます。まずは1枚目。さあ本日もよろしくお願いいたします。ということでデフォルトモードで打っていきます。まだ回してないですけど、中リール右リールがちょっとずれてるんですよね。スマスロなんでね、中のメダル補給とかいらないにもかかわらずずれてるってことは、台を開けて設定変更したということでしょう。ということで頑張っていきます。まあ今日は最低目標はやっぱ焦点かな。あとはまあそれまでの過程で宿命バトルだったり、まあ、みたいなのはやっぱフリーズよね。今日お邪魔しているのが愛知県ということで、オープン時間がいつもより1時間早いパターンです。で閉店時間は23時までなんで、1時間長い実践ということになっております。でこれ43ゲーム、中田チリ、まあ、まあ天国にはほぼほぼいないんで。さあ 25%、 こういうのね、朝石刺さると気持ちいいよね。あーいいよいいよいいよ。それか3つならよかったけど。うわー早い早いけど、ジャギなら北斗神拳の神髄だ。よし当たった。今ステチェーンロング、一応ステチェーンがデフォルトと太いパターンで、その上がキリン柄背景で、それの上がロング。まあ僕の実戦上でガセったことはない。59ゲーム、ここでも当たらへん方がいいよね。けーん、まあね。さあということで61ゲーム、62ゲーム。さあ投資が3本、幸先いいスタートでございます。この区間結構大事やから、もういかにリプレイ引かへんか。結構ね、枚数増えるし、もちろん粘ってれば粘ってるほどフェイク7、まあ、強制的に北斗ゾレに昇格フラグも引くチャンスあるんで、ここマジで大事。はい、さあ何色でしょうか。青色、まあまあまあよしとしましょう。これもね、継続率ごとの色の振り分け出ましたけども、まあ、白じゃないだけで 79% の可能性は結構上がる。ちなみに僕まあ打てるときはそこそこ北斗の拳打ってはいるんですけど、ジョイ AT を除けば初当たりからの平均連チャン数が今僕 2.6 とかなんですよ。弱すぎる。500ゲーム、30ゲームね、30ゲームの間にレア役でストックチャンス。さあこれで500ゲーム終了。いただきます。せーさあよろしくお願いします。ファーストバトル最低でも 66% で、このバトルパート中子役レア子役引いても、レア子役示唆の例えばびっくりマークとかが出ないんで、スイカめちゃめちゃこぼすんで、
慎重に。いや頼むよ。キック避けれる。オッケースイカね、5枚損するんで差し引きこぼさないようにで、一番こぼすのがここよし、継続したと思ってもここもナビ出へんから、ここが一番こぼす、スイカ慎重にね。ということで、2セット目さあ、ちょっと早いんじゃないかい？どう？避けへん？さあ、いや、あるよ、剣がなかったということで2セット280枚。さあセリフはリン、大事なのはこっからよ、こっからがどういうモードスタートしてるか。一応設定力の実践値で、まあ本戦場以降もまれにはあるんですけど、まあそれを除けば地獄、通常、天国、これがざっくり1対1対1ぐらい、まあ、33% ずつぐらいの振り分け、まあ、ちょっと甘く見積もっても、まあ、4回に1回ぐらいは天国スタートしてほしいなっていう感じかな。ね、おなじみのアオーラ大、まあまあ言うまでもないですけど、今天国このリプレイで落ちた可能性はあるよなやつね。先に行ってるぜ。3回剣か。でも岩山梁山派よりは強いんじゃなかったっけな。はい、ありがとうございます。これ当たってなかったらほんまにアオーラ大のリプレイで落ちたっていうこと確定。さあ深谷よりスイカ対応ね。はい、241ゲーム、スイカ投手しています。その投手5本。さあ2回目のあたり、オーラは青、まずは前回の2連を超えましょうと。いやー、ご挨拶やな。いや、そりゃそうよね。というわけで単発130枚けん。バットでしたと、単発。おったね。256ゲーム、なんかいいゲーム数だったね。さあ追加投資しまして、総投資が10本ちょうど、黄色、まあまあまあいいでしょう。多分2、3、おっと、ちょっと待って、これね、レイアークじゃなかったら熱い。今弱地引いて、これだいたいスイカはキョウチェリーのことが多い。よし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 、ってことがこれ弱チェリーの前兆中。今まだよ、次前兆エースが入れば結構もらってる。 OK、 もらってる。さあ大事よ、ここも我慢してくれればジャギとかが見えてくる。よしよしよし、頼む。よし、期待度 90%。 2ゲームの間に引いた子役で毎ゲーム毎ゲーム抽選します。まあ真剣勝負。これで何パーやったっけな、ジャギベルは76%、 75% ぐらい。さあベルベルと引いて、さすがにこっからよ。で
ジャギなんで基本的には V ストックだったっけ 40% で仲間来ます。シャオ出てこず。さあもちろん V ストック取ったんでここは継続と。いやーこれはしんどいか。当たれ間違って、さあ一応うこれもなんかな、これ押し順伸びてたら中段チェリーと同じ働きするんですよ。非継続の場合は継続確定に書き換えで、継続確定の状態の時継続率アップとか無双転生チャンスのチャンスなんですよ。ちょっとこれあるぞワンチャン、頼むプッシュが出れば。いやまあでもこれで継続率上がった可能性もあると。ただ何パーセントぐらいで抽選してるとかっていうのは不明。今のジャギに勝ったあの宿命バトル、あれの勝利時の報酬っていうのが、まあ、仲間参戦とかってなってるんですけど、まあ、要はシンプルに V ストック1個取ってるか、無双転生チャンスを取ってるか無双転生バトルを取ってるかみたいな3つの報酬があるって感じ。それを、まあ、レイが仲間になるのか時が仲間になるのかでちょっと期待度として見せてくれるみたいな感じのはず。ちょい。いや絶対まだよ。よしよしよし、雲動いてる。そらそうよ。よしよし、ちょいチャンス。この後のケンシロウのセリフ次第。あーこれがチャンスアップやけども一番弱いやつ。全然負けることある。ここからよし、さすがにね、天に帰る時が来たのだ。貴様を見るのは天ではなく視聴者。大丈夫大丈夫よ。よし、5セット目なんで継続の一部で BGM 変わるタイミング、今までと一緒なら 50% BGM 変われへんかったらちょっとピンチみたいなやつね。うわお、ほんまこういう節目のタイミングで負けんのよね。え、めっちゃ早なかった今。じゃあね、めっちゃ早い違和感があんのよ。多分めっちゃ早かったよ。この違和感があってれば継続。いや、俺こここぼすのよ。ありがとうございます。ありがとうございます。来たぞ来たぞ。これで無双転生チャンス、無双転生バトルちょくってることもある。どこやったっけな、ベッドかな、ピーブーってなれば。さあ無双転生チャンス、成功すれば無双転生バトル上位へ行けます。期待度は 33% と言われてます。今のところ僕2分の0。いかへんよね。オッケー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 。さあ決めよう。メインは、まあ、ベル揃い、あとはレア役、あとはカットインね。
ラスト5ラスト。いやーかかったかということでお預け。くっそー、サバトロク、いよう、 BGM 変わらず。さあ弱水化、書き換え確率不明、よし、間違って当たれ。基本ケンシロウの攻撃、まあ何でもいいんですけど、当たったら無双転生チャンスのチャンスで、当たった時に強い攻撃であればあるほどより期待度高くなるみたいな感じ。よっ、 BGM 変わらへん。そうなのよ、うん、多分ペナルティはない。大丈夫やろ、大丈夫大丈夫大丈夫。クマは動いてる、動いてない。いやいやいや、いったんね、7セット814枚、いやう、嫌な終わり方した。57ゲーム中断チェリー。さあシローラ大、おおぬるりと当たった。どう、なんかプレミア、ちょっとプレミア出へん。誰やったっけ、ゴンズやったっけね。あ、バトル行かず、エイリアンあるよ、エイリアン。あ、お肉いいね。さあ一応なんかエイリアンの時は特別言われてないですけど、お肉の時北斗通りちょっと期待できるらしい。ということで82ゲームおそらく中段チェリーから当選です。持ちメダルで当たってます、今750枚ぐらい。さあオーラ白、2セット238枚。間違えたかな、うん、ジャギステージよね。まあ、結構天国スタートじゃないこれ、第3停止。さあここね、うん、いやどうやろ、弱水化が残り4ゲーム、おそらく天国で引いたんじゃなかろうかの弱水化。あーやっちゃった、やっちゃった、浮かれた、当たってもいいヒントに浮かれた。追加腰1回目お当たるね、おはで、これが多分弱水化ラスト1ってついてるタイミング。43ゲーム弱水化からキローラ初当たり5回目、2セット236枚かー。いやーこっちじゃない、セリフのリンちゃんじゃない。一応持ちメダルが今1150枚。さあまもなく AT 以下のゲーム数が300ゲームです。ここで1回仮天井があります。当選率不明ですけども、高設定のほど当たると言われてます。まあ多分ね、せいぜいよ、
せいぜいなんか売ってる感じ 5% から 10% ぐらいじゃないかな、せいぜい。全長来てないので、まあ、ほぼほぼ残念と。これも次第の解析出てんから、この後ぐらいからの押し順ナビ出るようになるから、よく何気に強いんやで、押し順ベルが11枚もらえる上に 25% で天国やしな。ほらほら出た早速。さあ一応押しベル、25% で天国行こう。もしリプレイなら本絶頂中。でもね、この700まで行ったらむしろ800までは当たらんでも一旦いいかなと思っちゃう。ゲーム数で当たるかな当たらへんかな、もうまだ見たい、見てもいい時間やし、ちょうど。うわっ、あ、フリーズ、うわっ、8万分の1、油断してた。よし699ゲーム、フリーズ、いいね、ロングフリーズ置いた。さあこれでいろいろすっ飛ばして上位 AT 無双転生バトルで一応継続率が 94% かな、なのでまあ最低でも焦点まではたどり着きたいかなというところで、やることは基本的に一緒、子役ゲーム30ゲームの間で予約引いたら同じく宿命バトルには行きますと。で、当然 V ストックこれたりもします。や久しぶりじゃん、こんだけのなんていう価値のあるプレミア引いた、めっちゃ久しぶり。よし、こっから行き切ることもできるよ、時間的にも。まあ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 、とにかく出すだけ。ここがちょっとかっこいいから。さあま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 あ、10セットぐらいはねサクサクっと続かしてっていうところで、これちょっとかっこいいですよ。基本もほとんど剣士の攻撃。あかんかん、スイカこぼすからちゃんとした。いやいやいや、ほとんど剣士の攻撃って言ったでしょ。デフォルト。さあ攻撃がヒットしましたと。さあここから無双転生ボーナス可能性あり。よし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 。さあちょっと正体ちょっと不明なんですけど、
まあ、14かな、14ゲームもらえて、まあそれだけなんですけど、多分ね、さすがに V ストックとかの抽選はしてると思うんで、あ、それはね、買っといてるぐらいもんね。おお、おお、マジで。さあ、なんか実はめっちゃ3つとかもらえててもいいんじゃない？さあ、ということで V ストック1つできましたと。まあでもね、そう終わんないんで。ちなみに僕2回入ったことあるんですけど、確か11連と12連ぐらいで終わりました。で、最低記録は周りを見てると6連で終わったみたいなのを見たのが最低記録かな。でも少なくともマジで、まあ一旦はさ、現実的な最初の目標って20連やん、焦点があるから。で、20連出たらまあまあまあ2500枚ぐらいは出てると思うのよ。2500枚じゃ負けんのよ全然こっから。それがさ、30連とかまで行ってくると5000枚ちらついてくるやん。で、5000枚ちらついたらちょっともう万枚ちらついちゃうからさ、とにかく20まで行ったら、まあそこそこは持ちメダル作れる上に、あの1次連のチャンスもあるから、焦点させれば。そうなのよ、あのね、こうなった時にやっぱもう、あのスイカどころじゃない気持ちになってるでしょ。で、おすすめはもう中だけ赤狙ってプラって押す。で、スイカテンパったら時々これ押すって感じが、スイカをこぼさない一番効率的な打ち方。中左右ね、だから。そしたら気づくから、これでペペって。さあ、シン、一番強い。ハズレはきつい。さあ、うまっ。うわっ、これね、時以上、あ、違う、これ、レイは来る、シャオが来へんねや。ね、さあ、あるでしょうよ、バトル。さあ、2回目、同点制ボーナス。怖い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 。よしよしよし。さあ、もしこれ5勝派ちょうだい、5勝派ちょうだい。リチャ中断チェリーは、終了してた場合でも継続に書き換え、継続してる場合は継続率アップ抽選、継続率マックスの時は無双転生チャンスとかかな。もしかしたらバトル行くんじゃない？行かず。さあ、ということで10連焦点までの折り返し。さあ、こういう節目大事にしていこう。ちょいねじり。そうそう、ケンちゃん、よし。お、よう食らうね。これでどんぐらいバトルの、バトルじゃない、ボーナスの期待度あんのかな。これかチェリーの取りこぼし、中左っとしたんだけど、これ出目的にはおそらくジャックチェリーで、枚数は絶対損しない。わ、いった、いくね。サムソーテンセボナス3回目。なんかこんなにも行くイメージはないけども、無双転生チャンスと抽選
一緒なんかどうかは分かんないですけども、まあ、一緒だと仮定して、いい練習よ、ここは。すごくいい練習。いや、一緒なんかな。Vストック行こう。よし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 、おおっ、よう行くな。継続確定からの追加でいったって感じかな。4回目、そんなに行こうじゃないと思うんだけどな。あ、え、なんか遅れたんじゃない今。なんか気持ち悪かった。揃うんじゃない。いやー、この辺からラオの攻撃嫌よ。よし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 。ちょっと待って、いやマジで嫌だ。おわお前、勘弁してよ。ほんまに焦ったわ。よかったマジで。じゃあ油断してたからそんなんじゃなくて、めっちゃ怖かった。さあバトル15。よし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 。さあ2000枚オーバー。まだまだ。いや、いける。さあ右手を振りかぶって、右手、うわお。いや、違うケンシロウサイドも何でもありやから。無双転生もしてんねんから今。スッて避ける、スッて避ける。よしよしよし、ね、はっぶねおい、18とか19では終わっちゃいかん。ほんまに。うわー。さあここすげー大事。いやー、お前マジでってない。いや、次はスッと受けるから。うわちょ、19セット目やね、今。19セット目やね。19セット2407枚。いや、さすがにあるよ。ある。うわっ、きっつ。おー、びっくりした。さあ、あ、
タイミングややっちゃった。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録しないと10万負けるぜ。